はい、皆さんこんにちは、アナちゃんです、今日はですね、水曜日面白福祉の時間でございます、今日は、私たち視覚障害者と一緒にね、お食事をするときに、まあ、ちょっとだけこう気をつけていただけたらなっていうポイントについてお話をねしたいと思いますね。まあここに並べたのはまあ適当な一般的なまあご飯の時のお皿の配置かなと思って適当にこうやって並べてみたんですけど、私たちってねこう、まあ食事の用意を、いただいた時に、まあ、ここがご飯でね、ここが味噌汁でねみたいな、話を、されますよね。でまあまあされてもされなくてもなんですけど、こうやってまず最初にこう位置をこう確認しておくんですね。ね。で、こうやってお食事してる時に、あ、この辺これくらいにちょっと手を伸ばしたところにおかずの皿があったよなとか、まあ左手のこの辺に酢の物があったよなとかね。そういうこう、なんていうんですかね、位置関係で空間認識っていうんですかね。そういうことでこう、覚えているんですよ。うん、だから、よくありがちな、まあ、失敗例っていうことで言うとね、まあ、この飲み物とか、例えばこう熱いお茶が入ってたとしますよね。こうやってお食事をこうしていたと。ね、食事をしてて、アナさんこうやってね、食べてる時にこの辺にこの湯飲みがあってこれ危ないんじゃないかなとかって言ってこう気を利かしてくださるんでしょうけど、こうやってなんかこうどうかこうやって避けると。で私はその避けられていることを知らずにお茶はこっちにあると思ってないと。で、あ、ないなと思って、でこっちには何もなかったなと思ってこうやって向こう側にひっくり返してしまうと、いうことが結構あるんですね。そうだから、その空間の位置をこうずらすときには、アナダさん、お茶こっちに置けましたからねって言って、こうやってまあ、触らせてもらうとかね。うん。まあ、あと、こう、意外とこうやって、こう、最初に覚えていれば、その位置関係で覚えているので、危なそうに覚えてもそんなに危なくないですよっていうこととかね。まあ逆に言うと位置関係を教えているのに倒したらそれ自分の、その人の、まあ失敗なんで。はい。まああと、よくこうありがちなのが、ここにこう熱いお肉が乗ってたとしますよね。アナダさん、ここにすごい熱いものがありますから、熱いお肉です。これ熱いからね、避けときますよ。言ってない。でも食事がある程度進んでいると、ね、で熱いって避けられた肉はその私からしたら避けられたままなんですよ、ね、で避けられたままでもうそろそろ肉も冷めてるし食べたいのになと思ってもその肉が見つからないと、ね、で「あなたもう食べたから」って言って、食べた時にもう冷え冷えの肉になってたりとかして。まあ、危ないっていう心配も分かるんだけど、私熱いうちにお肉食べたかったなみたいな、そういうことって結構あります。でまあ熱いもの一回熱いだって教えてもらえればこの辺熱いって気をつけますし、あとまああんまりにも熱いよ鉄板みたいなものは、まあ、私たちが手をこうやって近づけた時点でもうすでに気づくので、その辺もね全然お気遣いなくというか、心配いりませんっていうことをですね覚えておいていただければなという感じでございます。よかったらチャンネル登録もお願いします。アナちゃんでした。